キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、チャット GPT による英語ニーズの変化というようなところでお話の方させていただきたいと思います。私のこちらの番組はですね、主に YouTube で配信しておりまして、 YouTube の方はですね、 iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、それから AI と英会話などいろいろやっております。こういったお話がお好みというような方いらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄の方ですね、そちらから行ってもらえたら、こちらの番組リストのリンクが、見れますのでよろしくお願いいたします。YouTube でアプリ作る社長と検索していただいたら出てくるかと思います。では本題のチャット GPT による、英語ニーズの変化というようなところでの話なんですが、最近はですね、私毎朝、チャット GPT と英会話をするようなあの習慣が身についてきましてですね、まあ、ちょっとしたあの隙間時間の5分とかでもですね、あの iPhone をパッとこう取り出して、まあ、それであのチャット GPT、起動したらすぐこう英会話ができるんですよね。もうあの音声であの喋ってる感覚で、まあ、なんかな、朝の身支度とかしながらでもですね、あの英会話できるっていうんで、まあ、結構素晴らしい機能なんです。まあぜひともこう皆さんにもちょっと使ってもらえたらっていうようなところでもあるんですけど、まあ、私はこういうのをこう使いながらですね、これからの時代、まあそうだな、その英語は特にやっぱスピーキングがまあ特に重要になるかなっていうようなところは、あの前々からこうお伝えしてきた、ところでもあったんですが、まあ、そのスピードがちょっとさらに加速するんじゃないかなって思ってるようなところでもあります。まあ、というのも、喋りながらね、いろいろ物検索できるって結構楽なんですよね。これまでなんかあのパソコンがないとなんか検索できなかったりするようなところあるんですけど、なんかあの映画のね、あの好きな YouTube のなんかサバイバル番組とかそういうのとかこう見てたりして、まあ、その中で出てきたあの英語表現とかをこうチャット GPT とかに起動して、この表現今何言ってんのみたいなのをこう聞けるんですよね。まあそういうの結構楽で、検索のスタイルとかもですね、まあちょっと変わってくんじゃないかなってなんか、思ったりもしてますし、それから何よりもですね、あのチャット GPT と英会話すると、その自分の好きなトピックでいろいろ英会話できるんですよね。それがまた素晴らしくてですね、あの最近あの私あの投資とか、あのテクノロジーに関する、話をチャット GPT と英会話して、勉強させてもらいながらですね、英語力もこう磨くみたいなことをやってるわけなんですけど、そうなんですよ。こういうのをできるって普通の一般的な英会話教室じゃ全然こう体験できないことですよね。その大体あの英会話の教師やってる先生とかって、まあ、どっかのね、あのバイト感覚でこうね、どっかの国でちょっとだけその日本に興味があってみたいな、そういうようなところでなんかね、自分のあの話したい話題と全然すり合わなかったりするような英会話の先生とかだらけだったりするようなところがあるんで、あのやっぱそのチャット GPT はそのまあ、専門的な知識に関する英会話とかできるみたいなね、自分の好みのあの分野でのお話ができるっていうのは、まあ、本当いい時代になったなっていうふうにこう思う半分、まあ、これはますますね、あの英会話教師の仕事、まあ、どんどんなくなるなみたいなね、まあ、そういうふうにこう、まあ、ちょっと恐ろしくもね思えてしまう節もありますが、ただこの新しい技術には、まあ、すごくこう感動してるっていうのが、この頃の、最近思うことですね、特に。はい。で、このね、英語の、翻訳なんですけど、まあ、これまであの Google 翻訳とかね、あの単なるこの自動翻訳っていうもの、まあ、あれでも結構すごいんですけど、まあ、そこから、まあ、このチャット GPT の、出現によって一つまた進化したかなっていうような、ところで、な特にこの、まあ、あのチャット GPT のみならずね、あの和訳とか英訳のアシスタントツールっていうのは本当こういろんなのがこう出てきてですね、その、まあ、使えば使うほどこう身に染みてるところでもあるんですけど、まあ、これからの時代ね、あの英語の
リーディングとライティング力はやっぱほとんどいらなくなるのかなってこう改めて思いますかね。まあ、特にそのリーディングとかライティングっていうのは、その、まあ、どういう時にこう使うか、まあ、あの、実際の英語の関連の仕事とかしてる人とかいたら、まあ、あの、まあ、一つや二つこう出てくると思うんですけど、まあ、大体そういうの使うのって、メールのやり取りとか、まあ、なんかインターネットで物検索したりとか、まあ、そういうような時ぐらいなんですよね。英語のリーディングとかライティング力って。で、こうした能力使う場面って、ほとんどがね、即レスを求められない時なんですよね。はい。まあ、なので、リーディングとかライティングっていうのは、言ってしまえば、翻訳ツールがいっぱいこう使える場面でもあるんで、まあ、いろいろごにごにやってね、時間をかけて返信すれば、全く英語を使えない人でも、普通にこう英語で仕事できちゃうっていうような時代。まあ、これはね、まあ、これからもこう来るんじゃないかなというふうにこう思えますかね。本当にこう、自動翻訳っていうか、チャット GPT にこうね、英訳作ってもらってとか、そういうのをこうできちゃうんで、というのが、まあ、もっとすごいのが、翻訳元の、日本語のひな形も作ってもらえちゃったりするんですよね、チャット GPT。で、こういう感じで一回ちょっと日本語をちょっと作って、という感じでバーって日本語作ってもらって、で、それをそのまま、じゃあ今度は英語に変換して、みたいな指示もできるんですよ。はい。まあ、なので、ちょっと日本語を、まあ、パラつかせて、で、それをこう、それで文章を作らせて、で、英語に変換して、って言ったら、まあ、本当に即レス近いぐらいのレベルでね、まあ、メールとか、インターネット検索とか結構できちゃったりするようなとこがあるんで、まあ、こういうような時代になってくると、まあ、リーディングとライティングは、やっぱその、これからのニーズとちょっと合わない方向性になってくるのかなというふうに思います。はい。で、その反面ね、じゃあどういう分野が、じゃあ今度この英語で必要になってくるのかなと思うのが、まあ、これがますますこう加速するのがやっぱそのスピーキングなんですよね。まあ、私がチャット AI と英会話でスピーキングでいろいろ勉強してますが、そうなんです。このスピーキング力だけはですね、これ AI が取って代われないまあ、存在になってきて、まあ、これからの時代、英語力の評価っていうのは、まあ、スピーキングを中心に評価される時代が来るんじゃないかな、というふうに思ったりもしております。まあ、世界的なね、学校の教育全般も、これちょっと改革起こるんじゃないか、この AI の出現によって改革が起こるんじゃないかな、というふうに思ったりもしております。まあ、これまでのね、教育といったら、まあ、ほとんどがその知っているか知らないかだけでこう判断されるような、まあ、そういうようなことが多々あったんですけど、まあ、こうした記憶力なんてのは、まあ、ほとんどいらなくなるというか、まあ、一昔前はね、こういった記憶力があるっていうと、結構かっこいい存在でもあったんですよね。はい。まあ、まあ、ドラマとかね、三国志とかね、そういうのでも、その、諸葛孔明が、なんか本を一回読んだだけで全部そらんじて暗記して全部復唱を言えるみたいなね、そういうようなシーンとかね、まあ、まあ、あれでね、あの時代かっこよかった、ところでもあるんですけど、まあ、あとは、そうですね、まあ、とあるハッカーが、なんかスクリプトを全部暗記して、まあ、黒い画面見ながら、なんかね、変な数式とかをバーってタイプして、それで、なんかそのプログラミングで動かすみたいな、そういうのもありますけど、まあ、そういうようなスクリプトを覚えてる姿がかっこいいみたいなね、そういうのあったんですけど、ああいうね、見方ちょっと変わってくるのかな。まあ、今の時代ね、iPhone とかでなんかまあ、ちょっとしたね、文章とか PDF で取り込んで、電車の中でちょっと後で見返すぐらいなね。まあ、そういうようなことやってるようなもんなんでね、結局は。そういうのはサラリーマンとかでもできるようなレベルなんで、まあ、まあ、冷静に見たらそんなにかっこよくないんですけど、単にね、暗記してるとかね、そんぐらいの力っていうのは、まあ、本当、まあ、今の時代ね、まあ、知らないことでもググればね、検索で出てきちゃったりするようなところがあるんで、記憶力って実はそんないらないんじゃねっていうようなところは、まあ、結構皆さん考えてもらったらわかるとは思うんですけど、まあ、ただね、この、最近のこの、技術、チャット GPT の AI の存在によって、そこからまたさらに一歩進化したかなっていうようなところ。まあ、これがですね、やっぱまあ、今の大学生とかがこうやられている、チャット GPT
T とか使って小論文とかね、そういった物書きのところまでこう手出せるようになってきちゃったっていうようなところですよね。まあ、一部嘘だらけでチャット GPT 全然使えないよみたいな、ね、そんなような声もあるんですけど、あれはチャット GPT の使い方をね、ちゃんと知ってないっていうようなところだけなんで、ちゃんと使えたらですね、かなりいい文章を書けるのは、これ確かですっていうか、もう私もやってるんでね。はい。まあ、大体ああいうのはゼロベースでインプットさせて作業させてるから、変な文章が出来上がっちゃうんですね。あれチャット GPT っていうのはもともと確率論で物書きさせるんで、何のインプットもなしに、まあ、いきなりその、何々時代の、ね、なんかアウストロピテクスの、なんか、その時の生態をについて教えてとか言ったら、それは変なね、文章書いてきちゃったりするようなところがあるんですけど、しっかりした文章の素材をね、インプットさせた上で、ちゃんと物書きさせたら、まあ、結構いい文章書いてもらえるんで、はい。まあ、使い方はね、結構、間違えちゃっている人もいるんですけど、まあ、ともかく、チャット GPT が一番強いのは、この、ね、文章の、合成なんですよね。ゼロベースから作るんじゃなくて、合成が強くて、まあ、例えば言い換えとか、要約が強かったりするようなところがあるんで、素材をね、正しくこう、インプットさせて、文章を作らせてあげればね、結構いい感じで動くんでね。はい。まあ、まあ、この辺が結構やっぱすごいなというようなところで、まあ、ここの部分が、新しい、まあ、時代の幕開けかなって感じるようなところですかね。はい。で、まあ、まあ、一昔前というか今でもですかね、要約っていう技術はですね、本当まあ、日本の教育でもかなり高い位置にあったんですよね。例えば東大とか、超難関大学の、花形問題って言ったらですね、大体要約問題とかだったんですよね。はい。まあ、あの辺で人が評価されていた、まあ、まあ、時代でもあったんですけど、まあ、それが、もう、そういう能力もいらなくなるのかなっていうのが、このチャット GPT になってるんですよね。いわゆる東大とか、それぐらいの、ね、まあ、人材を評価するのに、こう、使われてた手法がですね、まあ、プロンプトでちょっと入力したら、なんかいい感じでこう予約してくれちゃったりするようなとこがあるんで、まあその能力ももういらないのかなっていうような感じなんで、人をじゃあどういうふうに評価したらいいのかっていうようなところにもなってきちゃうんですけどね。はい。まあ、とにかく、まあそういった意味で日本の教育っていうのはですね、これからの時代、まあだいぶこう改革起こるんじゃないかなというか、先生自体、変化していかなければいけないんじゃないかなというふうに思ったりもしております。まあ、というのも、とあるね、小学校で炎上したニュースでもあったんですけど、なんか、アルファベットの書き方がちょっと違うみたいな感じで、なんかその小学生の子に赤点をつけたみたいなね、そういうような事件があって、まあ、それがツイッターでこう炎上してたっていうのがあったんですけど、まあ、なんでもね、大文字の、アルファベットの B の、書き順がなんか違うみたいな感じで、なんかバツつけたみたいですよね。なんかあれ、縦棒からなんか書くみたいなね、そういうような、まあ、ことらしいんですけど、まあそんなのはね、あっちしてもうどうでもいいんじゃないですか、みたいなね、そういうような感じですけどね。はい。まあとにかくまさにこれは知ってるか知らないかでマウントを取る典型ですよね、これ、ね。まあいつの時代の先生なのか、みたいな、そんなような感じもしますけど、まあ、はっきりして、そういうので子供に罰つけてるような先生がいたらね、先生の方が赤点ですよね、俺ね。なんかそんなにこうアルファベットを鉛筆で紙に書き出すことが大事なのみたいなね。それで子供評価しちゃうのみたいな、そういうような感じなんですけど。まあ、とにかく、その先生自体ね、もしかしたらパソコンが使えないんじゃないかな、みたいなね。そういうような感じで勘ぐってしまうところもありますが、まあ、とにかく、この、知ってるか知らないか、さらにはリーディングとかライティングっていうのはそんなにこう、ね、これからの時代もういらなくなりますし、まあ、そこにねあんまりこう時間をかけすぎてしまったら子供の才能を台無しにしてしまったりするようなとこがあるんで、まあ、そういうようなことでなんかね無駄に時間かけてるぐらいだったら子供に英語の歌とかねまあそういうのを教えた方がまだいいと思いますね。はい。まあ、とにかくまあ歌といえばなんですけど喋らせる力ですよね。まあ、これがとにかくやっぱ大事なんですよね。はい。だからこの
まあ、このスピーキングっていうのは、まあ、私がやっぱなんでここまでこう大事っていうふうにこう言ってるかっていうと、まあ、ここの部分はどうしてもね、AI が取って変えられないような技術でもあるんですよね。やっぱ人って喋りたいですし、この喋るっていうこの瞬間の、まあ、この感覚はですね、AI はですね、絶対こう、取って変えられないというか、人類が譲れない部分でもあるんですよね。はい。やっぱあの、何やかんやってものを言いたいじゃないですか、人間ってね。はい。まあ、なので、ここの部分だけはですね、あの、翻訳でも、やっぱ自分の口でね、片言でもなんかね、こう表現して、あの、人に伝えるっていうような、この、その、感覚ですよね。ここの部分はね、あの、まあ、これからの時代もやっぱ人類が大事にしていくことだとは思うので、まあ、そこの部分でね、人の好き嫌いが結構、評価されてきたりするようなところがあるので、あの、まあ、ここのところは、まあ、これからの時代も、やっぱあの、重宝されていくんじゃないかなというふうには思いますかね。はい。まあ、そもそもあの、日本の教育、あの、好き嫌いで判断しちゃいけないとか、公平に判断するとかね。まあ、そういうような固定観念があるからね。あの、まあ、日本の技術が発展しないっていうのも、もしかしたらちょっとあるんじゃないかな、というふうに思ったりするようなとこもあるんですよね。はい。というのも、その、公平性にこだわるからこそ、スピーキングをこうテストにこう、組み込まなかったっていうような、あの、歴史が、まあ、あの、まあね、あの、受験とかもそうだと思うんですけど、日本の教育のテストでスピーキングが出てくるところなんてまずないと思うんですけど、あれってやっぱあの先生のエゴでね、点数つけられてしまったりするようなところがあるんで、人を公平に評価できないっていうような視点から、そのスピーキングをテストにこれまで、組み入れなかったっていうようなところがあるんですけど、まあただね、そこを裏返すと、その好き嫌いがですね、これからの時代、あの評価の対象になってくると思うんで、まあ、ここの部分はね、エゴが出てももう、そっちは、まあ、それでちょっと割り切ってやってった方が AI との住み分けになるんじゃないかなとも思いますし、そんなにね、公平にスピーキングを評価したいっていうんだったら、AI にね、評価してもらったらね、あの、スピーキング力も、まあ、まあ、そこそこ公平に評価されると思うんで、まあ、こういうような観点からもですね、やっぱ教育上、このスピーキング力ってのは、やっぱこれからの時代、どんどん評価されてきますし、また社会に出てもですね、このスピーキング力っていうのが、まあ、一つの評価の対象になると思いますかね。はい。まあ、皆さんの場面でもね、同僚とか横で、英語で電話とかで喋ってたりすると、結構ね、まあ、ペラペラパーって英語で喋られちゃったりすると、結構圧倒されちゃったりするようなところがあるんですよね。外資系の、メーカーとかで働いてた人とかいたら、わかると思うんですけど、やっぱさらってね、英語喋れたりするとですね、まあ、それだけが結構ね、まあ、威圧感というか、まあ、結構、カリスマになったりもするんですよね。はい。まあ、とにかく、その逆のね、TOEIC とか900あるのに、びっくりするぐらい英語喋れなかったりする人とかね、もういたりするんですけど、まあそういう人のね、肩身の狭さって結構半端なかったりするようなところがあるんで、まあこういうことから考えてもですね、やっぱやっぱスピーキングですよねってなんかね、ちょっと思っちゃうんですよね。はい。まあ、とにかくアップルでね、VR とかそういったものが今こう出てきた、まあ、そういうような時代があるんで、少なくとも、このタイピングの時代っていうのは、おそらくね、これから、まあ、ちょっとずつこう衰退していくんじゃないかなって思ったりもします。まあ、これからはやっぱ声でね、操作するのが、やっぱ主流になってくると思いますし、またVR でね、世界の人ともこう、交流できるような場面がどんどん増えていくっていうのが予測されるので、そうした中ね、やっぱスピーキング力っていうのは、まあ、ちょっとずつ磨いておいて、まあ、損はないかなというふうに思った次第でもあります。まあ、参考までによろしくお願いいたします。では最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。IT エンジニアに栄光あれ。